海外主義、レイシズム反対集会とは、在日特権を許さない市民の会などといった、行動する保守団体によって行われているイヤガン、反中的活動に抗議することを目的として行われている集会。有田義夫が2013年2月9日に、東京、新大久保で行われた反韓デモに対して2月26日に、ツイッターで、異常なデモ、 国会でも問題にしたいとツイートし、2013年3月14日に参議院議員会館でそれを実行する形で行われた。集会では、弁護士、新右翼、一水会会員、ジャーナリスト、また民主党議員を中心に、社民党や緑の風からも多数の政治家が登壇した。人民日報、韓国 KBS で取り上げられた。主権回復を目指す会が、 デモで殺せなどと発言するようなものなら、本来であれば、身柄拘束もしくは逮捕されても不思議ではない。との意向から集会に参加しようとしたところありたから、入場及び出席を断られた。西村周平によれば、参加者の上滝博子、金直人氏が、西村周平が、会場にいると不愉快だからと主張したので出席を、断られたとし、それは、 朝鮮人が嫌いだから殺せという在特会と同じメンタリティであり、偏見と感情論による差別だと同団体は非難している。5月7日には第2回目の集会が実施された。11月28日には第3回目の集会が実施された。ありがとうございます。